はい、皆さんごきげんよう。戦国 YouTuber 小笠原秀政である。徳姫じゃ。はい、ということでな、早速始めてまいろう。本日はな、この間、動画で紹介いたしたこちら、じゃじゃん、府中小笠原氏の8つの要点ということでの、紹介させていただいたのだが、こちらのちょっと中身をのどんどん紹介していこうと思ってまいりますが、まずその前にちょっと今回な、私の勉強した、はい、書物こちら、小笠原右近大夫定義というの、志村平次郎の書の、こちらを主に元にして、参考にさせていただいておりますので、この中からな、もっと分かりやすい、この本すごくて、なんか書状とかをこう元にどんどんこう、なんじゃ、かなりこう細かい本なんじゃ、見えるかの、見えぬな、かなり細かな、物語ではなくな、こう、どんどんこう追っていってるものなので、こちらを参考にさせていただきました。ありがとうございます。というわけで、まとめましたので、本日は平安からな、戦国が入るあたりまで一気にダーッと、もう細かくやら、ダーッとの流れを知っていただこうということでやりますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、ではまず、こちらのの一番目でも紹介しました、清和天皇がルーツでの、まあ清和天皇というのは850年頃の生まれでござるので、今からまあ1000年以上前の方でございます。はい、で、こちらから小笠原氏は、甲斐源氏の系譜ということでやりましたが、こちらに私がこういった系図を用意いたしたのですが、ちょっと見えるかな、わからんな、このあたりから見えるかな、そうじゃな、系図を用意いたしたので、ちょっとこれを見ながら説明していこうと思いまする。うん、まず甲斐源氏の祖というのが源の義満というの方でございまして、この年号が書いてあるのは生まれ年でございますのでの、まだこちらは、ね、1045年の生まれでございます、うん、まあかなり前でございます。で、ここからまあ4代辿っていったこの信義というの、こちらが武田氏初代当主、甲斐源氏の4代当主でございます。こちらが武田氏の祖と言われる、そう、武田、信義の、で、その弟にあたるこの東光、鏡東光というの、なではちょっと知られているかもしれませんが、その、で、ここ兄弟関係、まあ、2人ではなく、実際次男と四男くらいだったんだけども、この2人が武田氏と、実は小笠原氏の、ここで別れておるということでの、別れてしまいました。そう。で、この子供の長清という方が、小笠原氏初代当主ということで、はい、これがなぜこういうことになったかというと、の今のの、こちらちょっとちっちゃくね、書いてあるんだけども、の山梨県のの南アルプス市というところにな、小笠原というとこがあるんだが、うん、そちらにな、今日構えたということで、小笠原を名乗ったと、はい、これが始まりでございます。甲斐の国な、うん、はい、そしてな、この方が、源頼朝、知っておるな、源頼朝、うん、な、こちらの信濃の、信濃の神を任じてくれたので、これで信濃守護となりました。はい、なりました、めでたいぞ。そうで、佐久の地頭に赴任して、また源頼朝のこの九方師範といってな、まあ主にこうキューバの師範となると、頼朝将軍のなったということで、まあそういった方でございます。まあこちらもな、1162年の生まれなのでな、当時の私たちからしても歴史上の人物ぐらいの方でございます。まあ今のみんなが、あのなんだ、織田信長公とかの徳川家康公とかを見るぐらいの感じ、わかるかな、長寿王、そういっただいぶ前の感じでございます。倍の前の、そういった、そういった感じだな。で、まあここからこういろいろ枝分かれしていくんだけども、府中小笠原氏というと嫡流ということで、まあ主にこう、まあ、長男、まあ家督を継いでいくところだでございますな。なので、まあこの嫡男がこう次長常という方に行って、で、まあちょっとな、いろいろあって、このだんだん時代が動いて、北条氏のまあ派閥になったりして、ちょっとな、源の頼だとかでちょっとこっちに一旦移ったりとかもあるんだけども、の、まあ見ていただきたいのはこの阿波小笠原氏とか三河小笠原氏とか大石とかいろいろあるんだけども、のこの辺はこうかなりいろんな小笠原氏が誕生していきましてな、全国各地に小笠原氏がいろいろこうな、なんだ、次男だ、三男だとかがいろいろ移動していったということと、あとこのな、二人目、三好氏とあるのかな、こちらあの三好長慶で有名なの三好氏でございまして、はい、そう、なので実はあの小笠原氏とはこう、辿っていくと、兄弟関係にもまたなっていたということでな、
そう、これおいおいまたあの父上がまたお世話になったりするので、またこの辺もまた父上の層とかでも紹介して参ろうと思います、うん、はい、はい、でこのまま長忠長氏とこう続いていくんだけども、この7代目定宗、この方非常に優秀でございまして、足利尊氏に従い信濃守護になりましてな、こちらも足利将軍こちらな従いまして、信濃守護になりまして、で飯田を与えられ、松尾城を築いたと、今の松尾小笠原氏とかでこの後出てくるんだけども、その松尾城を築いた。でさらに安住郡、まあ、この松本のあたりだな、も与えられ、伊川城を築いたのもこの定宗だよな。でさらに後醍醐天皇の師範となり13位、これがすごいことでな、わかるかな、後醍醐天皇の師範となったと、その旧法の関係だね。で13位というのはかなりこれ上の位でございません、我々とかですよな、まあ、15位の下あたりでございますので、まあ、一番出世したのがかなりの、うん、上の位を賜ったということ でこちらも小笠原氏の方がかなり尊敬しておられる。これでもまだな、1292年生まれなので、まあ、かなりそれでもまだまだまだ前の話、200年ぐらい一度乗ったかな、私が1569年生まれなのでな、西暦でいうと、うんうん、かなりそれでお前でございますので、そこからまた続いていくのだが、この長本が9代、うん、でその子たちというのが3人の子がいました。こっから面白いのでよう聞いておいてくださいな、はい、こっからまずな、長男の長政という方はちょっと病弱でございまして、先に亡くなってしまうのでございます、こちらな、家督を継ぐ前に。なのでこの長秀というのを次男が継ぐわけなのでございます。でこの長秀という方はちょっとな、ちょっとこう傍若無人というか、まあちょっとこう強気であるところがありましてな、ちょっと信濃に来て別の方の所領に入って、まあもともとはここは小笠原の土地だみたいな感じで言ってしまって追いやられてしまいまして、でこれもまあちょっと家督を継いだのですが、弟の、うん、今度正康に譲るわけでございます、うん、まあ譲るというかな、まあ、奪われてこっち来るわけでございますが、うん、こちらが非常に優れた武将であったと。要はあるね、この長男がちょっと病弱でな、次男がちょっとこう強気にいってな、で三男が非常に優秀だったみたいな、こういう感じでございまして、でこちらが、まあ、信濃守護にこちらが任命されまして、信濃の一員をほぼ統一してしまうという、すごい方でございます、こちらの正康。でこのまま家督をな、子供にこう譲って宗康というの家督を譲るといくわけなのですが、うん、がこれをちょっと不服とするものが出てまいったのでございます。わかる方かな、弟かね、光康という方いるんだかな。さてこの続きの系図がこちらになりますが、ちょっといろいろこまごましてまいりますかな、これちょっと見るかな。で、まあ、ここさっきので長政長秀で、正康かな、うん、こうなっておるのですが、ここで継ごうとしたら、なんとここ線がつながっておると、最初に早く亡くなってしまった長政に子がおったと。またなこの家督継ぐ頃な、嫡男ちょっとまだ幼かったので出てこなかったんだが、この持長というの方がおったのじゃ、これはちょっと不服だとな、それはこっちが嫡流だと。わかるな、気持ちはなんとなくわかるな、でもこっちの気持ちもなんとなくわかるな、ついていったのかな。というわけで、まあこちらはちょっとどうなんだこれはと幕府にな訴え出たのですが、どうやらちょっと却下されてしまいまして、まあ嫡流は宗康だと言われてしまったんだがな、ちょっと時代の流れで戦がいろいろあった時に、ちょうど敵味方分かれた時にな、ちょうど持長がこちらをの攻撃して、そう宗康殺害されてしまいますよこちら。ただそれを多少読んでいたのかどうなのか、家督を先にこっちにな、弟の光康に譲っておったように、でこの光康がこの子供の正秀、秀政じゃない正秀な、字が逆なだけ、そう正秀をまだこう、まあ幼かったというか、まあ、子なのかな、擁護してな、一緒に逃げて、で鈴岡城というところにこの正秀を入れまする。そして光康は自分が総領として松尾城の方にの松尾笠原氏として入ったと、うん、そうでこれでまあなんとなくこれで府中小笠原家と鈴岡の小笠原家と、でまた松尾の小笠原家の3家が
小笠原家このの府中の小笠原の中にこうできてしまうと、うん、というわけでこれが3つの家ができたところでございますな、うん、そのままこう進んでいくのですが、うん、まずですねこの嫡流を名乗っていたこの三つ矢の子孫のな忠元というのかな、なぜかこの鈴岡小笠原家を攻めてしまってな、まあなんということじゃ、そう正秀でちょっと攻められてしまいましての、でこの長浅だとこういう親子一緒にまあ滅んでしまうと鈴岡の小笠原家が寂しい、そう寂しいの、そう秀正様逆になった名前なの正秀殿が、そう正秀殿が亡くなってしまいまして、こちらででここが滅んでしまうと、でまあ府中の小笠原家がこのままこうずっと続いておるわけでございます。でここで私のひいおじい様長宗、お旦那ちこになってきたぞ、旦那ちこになって1492年、こちらから攻撃をしまして定忠かな、こちら松戸小笠原家でございます、こちらをの攻撃して、でこちらが滅ぼさなかったので高座1名をの取り留めて助けたりね準備して、まあこちらは、まあ城を開けて武田甲斐武田へ亡命していました。あの要真田丸見たもの分かるかの、最初にあの小笠原が裏切ったっつって、何小笠原がみたいなの武田家中でなんか動揺しておったではないか、わしではないですよ、ね、そうあれあれな、こっちの話なのじゃない、甲斐武田に亡命したこちらの松戸小笠原氏の方でございまして、うん、でずっとこちらはな一度も武田には下らずにずっとやっておったのでな、うん、その辺だけちょっと説明しておきたいと思います、うん、でここから長筆がちゃんともう一応こちら全部なくなり、まあ一応残ってはいるんだけども、まあでこちらの府中小笠原の流れが来まして、ついに長時じじ様、祖父上でございますの、こちらな大喜びするの、こちら初めてか、初めて出てくるかもしれないな、じじ様、じじ様長時公でございます、となっていくということで、なんとなく流れ分かっていただけましたかな、こういった流れがずっと小笠原氏な、うん、始まってからあって、次にはいよいよ長時公、じじ様お話になってまいりますゆえに、じじ様のお話じゃ、そうじゃ、ちょっとな申し訳ない、いろいろもしかしたらちょっと間違ってるとことかな、なんかちょっと言い間違えてしまったとこあるかもしれない、そういう時はなちょっとまたコメント欄の方とかな、私いろいろ訂正してこれからもやってまいりますので、その辺よろしくお願いいたします。ここからさらにこっから戦国時代本格的に突入していきますので、なぜひ長時じじ様のお話も楽しみにしていただいてな、よろしくお願いいたします。というわけでまた次は長時の章でお会いいたしましょう。ぜひなチャンネル登録とかまた高評価ボタンよろしくお願いいたしますの。それでは、はい、またまた、うん、あよろしく、当たる、あすみません。